日本語能力試験、懲戒 N3 これから N3 の懲戒試験を始めます。メモを取ってもいいです。問題用紙を開けてください。問題用紙のページがないときは手を挙げてください。 問題がよく見えないときも手を挙げてください。いつでもいいです。では始めます。一番男の学生と女の学生が話しています。女の学生は何をしなければなりませんか佐藤さん。 来週みんなで行く遊園地のチケットってまだ買ってないよねうんまだだよ当日みんな入り口のチケット売り場で買うって言ってたよねうんでも当日朝は多分混むし先にインターネットで買っておいた方がいいねって話になったんだ一緒に行く川野さんがみんなの分も買ってくれるってそうなんだチケット代は川野さんが払っておいてくれるから 直接渡してくれるうん分かった川野さん遊園地のチケットを安く買える割引券をもらったんだって何人でも使えるらしいよそうなんだよかった女の学生は何をしなければなりませんか 2>, 2番大学で男の留学生と女の先生が話しています男の留学生はこのあとまず何をしなければなりませんか先生すみません私奨学金の申請をしたいと思っていて準備してるんです申請の理由を書く書類があって書いてみたんですけど 日本語がちょっと心配なので見ていただけないでしょうかいいですよ今は見ましょうかあパソコンで書いたんですがまずお願いをしてからと思っていたので印刷してきてないんですそうじゃあ後でメールで送ってくださいチェックして返信しますねありがとうございますよろしくお願いしますそれを見てもし聞きたいことがあったらまた連絡をください 直接質問に答えますから会う時間を決めましょうわかりました男の留学生はこのあとまず何をしなければなりませんか ケーキ屋で男の店長とアルバイトの女の人が話しています。女の人はいつもの仕事のほかに、今日何をしなければなりませんか山下さん、今日いつもの仕事以外にお願いしたいことがあるんだけど、お客さんから結婚式のお祝いで招待客に配るお菓子の予約が入っているんだ。 クッキーを箱に入れて50箱準備するの手伝ってもらえるはい。クッキーはもうできてるからそれを箱に詰めてもらいたいんだ。見本があるからそれを見て詰めていって。あ、その前に箱をまず組み立ててから詰めてくれるわかりました。その後箱を包みますか私自信がないんですけど。あ。 それは他の人に頼むよ。リボンはできるやったことないんですが。あ、そうか。わかった。また今度教えるよ。お願いします。女の人はいつもの仕事のほかに、今日何をしなければなりませんか 4番市民センターで女の人が受付の男の人と話しています女の人はこの後まず何をしなければなりませんかあの来月こちらのセミナー室を借りて10名のダンスのグループで練習したいんですけど申し込み用紙書いてきましたはい 代表者のお名前がないですね。あ、すみません。はい、書きました。ありがとうございます。ご利用は初めてですかはい。では、グループのメンバー全員のお名前と住所のリストをいただく必要があるんですが、こちら、その用紙です。あ、そうなんですか。名前はわかるんですが、 住所はみんなに聞かないと。では、そうしていただけますか。リストを出していただきましたら、代表の方に利用の注意点と使用料についてご説明いたします。わかりました。また来ます。女の人は、この後まず何をしなければなりませんか 5番大学の図書館で男の学生と図書館の人が話しています「男のの学生はこまままず何をしすすかすみません20世紀の文学」っていう本を探しているんですけどここにはないみたいで調べたら他の大学の図書館にはあるみたいなんですけど。 ここで申請して送ってもらうことはできますかはい、できますよ。必要なページが分かっていれば、そこだけコピーを送ってもらえる場合もあります。あ、そうですか。全体を読みたいので本を借りたいんですが、届くまでにどのくらい時間がかかるんでしょうかはっきり何日とは言えないんですが、1週間ぐらいかかることが多いですね。1>, 1週間もかかるんですね。 あの、文学の本なら、もしかしたら文学部の資料室にあるかもしれません。こちらでは調べられないので、行って聞いてみるのはどうですか他の大学の図書館に申請する場合は、またこちらに来てください。わかりました。そうします。男の学生は、この後まず、

パーティーの予約が入っていますので、今からテーブルの位置を変えます。椅子は使わないので、全員で倉庫に全部運んでください。その後、テーブルの花瓶を片付けてから、テーブルを壁まで動かして床を掃除しましょう。掃除が終わったら、テーブルは壁に貼った図を見て並べてください。では

先生は今回、男の留学生にどんなアドバイスをしていますか今回です。 ジョンさん、スピーチ大会の練習、良かったですよ。前回、スピーチの紙を見ずに、前を見て話すようにと言いましたが、今日はよくできていましたね。ありがとうございます。ただ、急いで話していて、少し分かりにくかったです。もうちょっとゆっくりの方が聞きやすいですよ。時間内に話し終わるか心配で。 練習して上手になりましたし、今の長さなら大丈夫ですよ。頑張ってください。わかりました。ありがとうございます。先生は今回、男の留学生にどんなアドバイスをしていますか 2>, 2番女の人と男の人が話しています。女の人は、この動物園のいいところは何だと言っていますか女の人です。 先月できた桜動物園。私、昨日家族で行ってきたんだ。広くて綺麗なんだってね。楽しかったうん。小型の動物と自由に遊べるところがあって、近くで見られたり、触れたり、すごくよかったよ。そう、楽しめてよかったね。3歳の息子も喜んでたけど、私も楽しんじゃった。 珍しい動物がいるとかたくさんの種類の動物が見られるとかじゃないんだけどねそうなんだ女の人はこの動物園のいいところは何だと言っていますか 3番大学でテニスクラブの女の学生と男の学生が話しています男の学生は女の学生にどんなアドバイスをしていますか 先輩今度初めて試合に出るので頑張らなくちゃと思ってクラブがない日も大学に来て毎日練習してるんですでもうまくなってるように思えなくて試合2ヶ月後だったよねはい基本の練習をもっと増やした方がいいでしょうか練習の内容は今のままでいいと思うよただ休まずに毎日練習すると 疲れがたまって練習の効果が出にくいよじゃあ一日の練習時間を短くしてみます練習しない日があるのは不安なのでいや週に一日はテニスのことを忘れてしっかり休まなきゃ練習しすぎて肘や肩を悪くする人もいるからねわかりましたありがとうございます 男の学生は女の学生にどんなアドバイスをしていますか4番電話の自動受け付けで船の予約をした後、案内を聞いています。 予約した船が出発するかどうか、いつ発表されますか 南大島行きの船のご予約ありがとうございます。船は天気や波の状態により出発が中止になる場合がございます。すべての船の出発は当日の午前6時以降ホームページまたはお電話で確認していただけます。電話番号は03 四五六七八九零一です。午前六時から午前八時までは自動応答で。午前八時から午後八時までは係員がお答えいたします。予約した船が出発するかどうか。いつ発表されますか。 5番男の人と女の人が話しています。女の人はどうして息子に水泳を習わせることにしましたか 息子さん、水泳を習ってるそうですね。うちの子にも何か習わせたいと思ってるんですけど、どうですか楽しそうにやってますよ。今、小学生なんですが、幼稚園の時からやってます。息子さんがやりたいって言ったんですかそうではなかったんですが、水泳は体力がつくと思って通わせ始めたんです。そうなんですか。水泳を始めてから、 あまり風邪をひかなくなりましたね。それから始めてから気がついたんですが、自分に自信がついたみたいです。どんどん泳げるようになって。なるほど。水泳を始めてから勉強も頑張るようになったっていう話も他のお母さんたちから最近聞きました。うちの子は相変わらずですけど。 女の人は、どうして息子に水泳を習わせることにしましたか六番日本語学校の先生が話しています。どのグループもインタビューで必ず聞かなければならないことは何ですか この街の店を紹介する活動ですが、来週はグループに分かれて先週決めた店にインタビューに行きます。商品を売るためにそれぞれの店で考えてやっていることを忘れずに聞いてください。その他の質問は先週グループで決めましたね。店で一番売れている商品とか、開店前の準備などそれぞれ用意した質問をしましょう。 いつ店を始めたかという質問を考えたグループもありましたが、古い店も多いので、びっくりするような答えが返ってくるかもしれませんね。どのグループもインタビューで必ず聞かなければならないことは何ですか ここでちょっと休みましょう。 ではまた続けます。1番。1> 会社で男の人と女の人が話しています。最近出勤前に会社の近くのカフェで英語を勉強してるんだ。出勤前にですか？そう混んでる。電車に乗りたくなくて、早く起きて前より1時間早く家を出るようにしたんだ。時間もあるし。 朝は気分がいいからカフェで何か勉強しようと思ってね。集中できていいよ。なるほど。でも早く起きるのも大変なんじゃないですかうん、最初はね。でも慣れてきたら体の調子が前よりいいような気がする。その後の仕事でもいいアイデアが出てくるんだ。そうなんですね。私も朝何かやってみよう。 男の人は何について話していますか 1, ?1 勉強するのにいい場所 2, 2英語を習う目的3早起きをして感じた効果4朝一番初めにする仕事 2>, 2番ラジオで女の人が話していますお腹が空いた状態で私はスーパーに買い物に行かないようにしているんですなぜってコロッケとかケーキとか目に入る食べ物がどれも美味しそうに見えてついたくさん買ってしまうんです買いすぎても全部食べられるならいいんですよけど 結局残してしまってそのままゴミ箱へという失敗を何度もしたんです食べずに捨てられてしまう食料品のことが問題になってますけど買い物に行く前にお腹が空いていたらおやつを食べるこうやって私は気をつけています女の人は何について話していますか スーパーに買い物に行かない理由 2, 2食べ物の買いすぎを防ぐ工夫3ゴミの正しい捨て方4おやつに食べるといいもの 3番大学で先生が話しています来週から専門科目の申し込みが始まります資料に書かれているそれぞれの授業の目的や内容をしっかり読んで自分の興味に近い授業を選択してください授業の名前だけを見てこんな内容だろうと想像して選ぶと授業が始まってから 思っていたのと違ったということがよくありますまた内容が優しそうだという理由で選択するのもよくありません興味を持った授業の先生と話したり先輩の経験を聞いたりして情報を集めるのもいいと思いますよ先生は 専門科目の何について話していますか 1, ?1 申し込み方法 2, 2授業の内容3授業を選ぶときの注意点4教える先生の情報 一番、先輩の家に遊びに来て、今帰ります。先輩に帰る前の挨拶をします。何と言いますか一、行ってまいります。二、お邪魔しました。三、お気をつけてお帰りください。 2番荷物を持っていて手が使えません部屋に入りたいですなんと言いますかあドアちょっと押さえててくれるあドア閉めてくれない 3> 3あドア開けようか 3番、用事があるので、自分だけ早く店を出ます。友達に何と言いますか ?1、1> 先に行ってもいいよ。2>, 2、ゆっくりしてっていい ?3、ごめん、もう行かなきゃ。 4番スポーツクラブの会員になりたいと思っています。その前に見学したいです。何と言いますか ?1 見学していただけますか 2, ?2 見学させてほしいんですが 3, 3見学すればいいですか 1> 1番リーさん日本に来てからどっか旅行に行った ?1 結構いろんなとこ行ったよ 2, 2そこはまだ行ってないんだ 3, 3じゃあ温泉はどう 2番西、西野さん西野さんマラソン初めてだったのによく最後まで走ったね。1みんなの応援があったからだよ。2> 2最後まで走れなくて悔しいよ。おめでとう頑張ったね。 3番。ちょっとお腹すいたなお菓子か何か持ってない1。1> お菓子は嫌なの2。あ、チョコレートあるよ。3>, 3。ありがとう、食べたい。 4番、「林さん今日はお目にかかれて本当によかったです」「1」「こちらこそまたお会いしましょう」「2>, 2」「ぜひお目にかかりたいです」「3」「もう見たんですか?」 5番、森さん、出張の書類のことで、ちょっと教えていただきたいことがあるんですが。1、1> ぜひ教えてください。2>, 2、どんなことですか ?3、いただいたことがありますよ。 6番和田さん明日の映画の約束できればあさってに変えてもらいたいんだけど1あさってはダメなんだね 2, 2明日に変えてくれるのありがとう3あさって大丈夫だよ 7番？トムさん昼ご飯できたよ。冷めないうちにどうぞ。1。え冷めてからの方がいいですか？2。2> じゃあ早速いただきます。3>, 3。暑いの苦手だから良かったです。 8番山本さん社長が社長室に来るようにって1あはいすぐ行きます 2, 2ここでお待ちすればいいんですね 3, 3じゃあ社長にそうお伝えします 9番村上さん部長から資料預かってくれているよね 1, 1資料お受け取りになったんですね <S 2, 2 <S 部長に渡してくださったんですか3あこちらの資料ですどうぞ Yeah.